皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は風邪から治って元気にしております。さてさて、ヤフーニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースをお届けします。まずは国内ニュースです。霧島名乗る男、死亡、全容解明困難にということですね。はい。そして、それに関して、 捜査員は無念とおっしゃっております。そうですね。まあ、何のことやら分からないというまま、捜査が終わってしまったということで、はぁ、あ、ーって感じですよね。<laughs> はい。じゃあ次、野田聖子氏、総裁選の出馬に意欲。まだまだ狙ってます、野田さん。はい。えー、派閥政治からの脱却を 目指して自民党はいろいろと改革を進めている途中ですからね。けど、途中というものがもう完了というところに至った時点では、えー、派閥票みたいなものがなくなってしまう可能性があるので、だったら私にもチャンスはあるわよっていう感じでしょうね。はい、頑張ってください。次、国際ニュースです。中国恒大に 生産命令が出ました。はい。香港の高等裁判所が生産命令を出しました。つまり、会社がなくなるということです。不動産超大手の中国恒大が破産。これは中国としてはかなり大変でしょうね。私、香港株、 一年ぐらい前に全部売り払ってるんですよね。よかったと思ってます。はい。読みが当たったと思っております。次。キム・ジョンウン氏。原水、原子力潜水艦の建造を指示か。ということで。ちょっと怖いですね。ミサイルそこから撃たれたら本当に怖いです。しかも失敗されたりしたらもっと怖いです。はい。やめてくださいって感じです。はい、次。えー、ガザー。 というよりは、ハマス対イスラエルといった方がいいんでしょうね。えガザの戦闘休止へ協議。ただし、隔たりがあると。いうことで、なかなか休戦にはすぐには至らなそうですね。とにかく、ガザの一般市民が殺されているということ。これが非常に問題です。はい。なんとかしてほしいと思います。次。 経済ニュースです。都心マンション高騰。一方、売れなくて値下げもということだそうですね。はい。私は都心に住む気はさらさらございませんので、とてもとても経済的ではないと。あの、私は見得のためにお金は払わない。一切払わない人ですから。はい。この通りですよ。はい。なんか高級品が置いてますか全然ないでしょ。はい。そういうことです。私は庶民として暮らしたい。はい。 はい、次。えー、源泉組み上げも客なし。必要の温泉ということでね。なんか外国人にアピールできるよう何か観光ガイドに載せてもらうとかね。何かこうマーケティングを考えた方がいいんじゃないですか。待つだけではなくてね。はい。次。国産と中国産のニンニク。何が違うのか。 栄養価が全然違うらしいですね。はい。あの、もやしとかと一緒で。はい。栄養価が全然違うらしいです。はい。私は黒ニンニクのサプリメントを飲んでいます。はい。えー、IT です、えー。大学授業中に学生が鍋食べる賛否。これ IT ニュースなんですかちょっとよくわかんないんですけど。はい。次。 テナあ、これは昨日言いましたね。次です。えー、月面探査スリムの運用を再開。良かったスリム。はい。運用再開とのことです。太陽光がやっと来たんですね。いやー、嬉しい。嬉しいです。私は。次。スリム月面着陸成功を支えた技術があるそうです。日本の技術の水を集めたスリム。いやー。 やりますね。はい。もう本当に頑張ってほしい。はい。そして、中小企業をどんどん M&A して、大きな会社にして、より、より大きな仕事を取ってくるというように、中小企業の技術を拾い込んでほしいと。引退したり亡くなったりする前に、えー、継承してほしいと。切に願っています。次、デブがきっかけで、 食症で入院いやこれはね辛い問題ですよねはい本当に自分で気づくのがいいんですけどねはい気づく前に言われちゃったってことですよね多分分かりませんけど、はい、気づいてもほっといたとかいろいろありま何かいろいろ経緯はあるんでしょうけどまあ全く逆のことをすれば、ね、だから0か100かじゃないっていう話ですよねはい 次、エンタメです。浜田翔子、第2子、男児出産を報告とのことです。おめでとうございます。いやー、子供は宝ですからね。はい、いいことですね。さあ、AKB のメンバーが激減、終演へ向かうのかと。私、大学の友人に、AKB とかに曲、 提供しているる人がいるんですよいよいよ流行りは終わりかなと。まあ彼もねあの、アイドルブームが終わらないうちにたくさん稼いでおくって言ってたんでね、はい、これがいつか終わりの時が来るっていうのはもう本人も分かってるんでね、はい。あのだから大丈夫だと思うんですが、その人大盤振る舞いとか全然しない人なんで、はい。はい。ということですね。次、えー、順一、本田節で第2子誕生報告と。 うで第2子が多いですね。できれば第3子いってほしいんですけどね。人口増加のためには。はい。けどそれはね、本人たちが決めることですからね。はい。次、えー、スポーツです。清宮自主トレで倒れ込む足押さえと。まあ、釣っただけだったらいいんですけどね。ちょっとね、まあまあ。 ひどい感じ、完治何ヶ月とかだと困りますけど、完治2週間とかだったらね、まあまあいいんじゃないですか。その間に他の筋肉を筋トレしとけば。はい。次です。ドジャース,ス,ス開幕戦チケット8分で完売。とのことです。はい。なんか韓国の皆様、なんか大谷が見たいそうで、まあ嬉しいですね、日本人としては。はい。次。 えー、土地の新さん、離婚し再婚していた。もう、そんな人の離婚とか結婚とかそあ、離婚はそう、結婚はいいんですけど、離婚とか、そんな大々的に放送するのやめましょうよ、本当なんか、本人もなんかつらいじゃないですか。いろいろあって離婚してるかもしれないじゃないですか。いろいろあって。なんか、あんまり報道してほしくないですよね。僕も知りたくないもん。はい、はい、ということで。 今回のニュースは以上となります。皆さんはどんなニュースに注目されましたでしょうかそうですね。私はまあ、いろいろあるのですが、やっぱり、えー、北朝鮮の原子力潜水艦の建造指示。まあ、いつできるのかはわかりませんけども、できてしまったら怖いです。はい。核は持ってますからね。作れるは作れるわけですから、技術さえあれば。はい。怖いですね。 後々に脅威にならないことを祈っています。はい。脅威は後でやってきますんでね。よくね。そういうことがね。はい。あ、あの時のニュースが成功しちゃったのみたいなことありますからね。はい。今注目していきたいと思います。それでは、今回の配信は以上となります。また次の配信、また別の配信でお会いしましょう。さようなら。